君、カンセロ移籍どう思いますか？あ、そうだ、カンセロもあったね。ペップと揉めたって話ですよね。揉めたっていうより、あれ多分、ペップがずっとほっといてあげてたみたいな感覚なんですけどね、僕からしたら。もういろいろ言ってもおかしくなるから、カンセロのポジショニングが外入りすぎてたりとか、内入りすぎてたりで、それをずっと放置してて、まあ、オンザボールでクオリティ見せてくればいいよみたいな選手だったけど、去年の優勝争いかかったウエストハム戦とか、さすがにっていうところで口出したら余計おかしくなって、あ、やっぱそうなんだみたいな。あそこで僕の中で、ね、推論が確信に変わったんですけど、で、その後今度リコ・ルイス出てきたしね、リコ・ルイスはね、足元のテクニック、それはカンセロほどはないけど、そう、ウォーカーよりは中入ってのテクニックあるみたいな感じで、で、守備頑張るし、リズムでサッカーできる選手ですよね。だからペップも教えがいあるみたいな感じ。っていう中で出番も減ってきて、それで多分態度も悪くなってったんだろうね。ただもうカンセロは本当ウイングに使うべき選手ですけどね。でも、ね、バイエルンもマズラウィがなんか怪我して取るらしいから、その攻撃的サイドバックみたいなことなんでしょうけどね。で、買い取りオプション6700万ユーロだっけ、なんかそんなに出てて。まあ買い取らないだろうな、みたいな。っていうか、カンセロ・ナーゲルスマンの戦術ちゃんとわかんのかな、みたいな。レバンドスキーとかがさ、嫌がったぐらいさ、細かい戦術やれる感じは全然しないよね。なんか、カンセロの場合は、チームの約束ほど100点満点中、もう70点できてたらいいみたいな。あとは、オンザボール分で130点出してもらうみたいな感じなんですよ。買い取り義務ないから戻ってくる。うん、カンセロは戻ってくると思いますね。まあ、その時にね、仲直りというか、まあ、ペップが許してあげれるかどうかの問題だと思うし、ペップとしては許す許さないじゃなくて、もうコミットメントの問題だから、うん、もうしょうがねえなって感じだと思いますけどね。